い、ゼジオーバランです。はい、マシコです。よろしくお願いします。ということで、上野来ましたよ。上野来た。お、行こう。これがね、これがかどってほしいってことで、急遽来たんですよ。行くぞ。でね、おちょっと門倉さん。はい。あなた、スニーカー好きになって、スニーカーもう十何足、今年で使いましたよ。買ったよ。あなた、してないことが一つだけあるんです。自分の力で店を探すということをしてないんです。ここでスニーカー好きな人っていうのは全員やってきてるんです。それマジか。場所住所調べて地図を見て、おおね、それをねやってないんです。お前はここで。そうなんです。東京公園のにここで。そう、ぜひね見たスニーカーさんに自分の力で行ってほしいなと思っております。でですね、お前それじゃあな、多分たっつけないんだよ。お仕方ねえな、俺の手作りの地図書いてきたよ。これね、どっかに埋蔵金埋まってんの。そう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 。まあ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 ね、今いるのがここね。おで、ちょっと見たら間違ってたんだけど。間違ってた。うん、うん、ここにね、ミタスニーカーズありますんで、ここ、うん、ぜひね、これを地図を元に一人で行ってきてください。僕たち、カメラ持って追いかけますんで。いけるよ。うん、ぜひ行って買うところまで。お多分買い終わると僕いるから目の前に。分かった、買ったよって来てください。一人でお使いできるかな。これで、うん、行くよ。おう、うん、俺スニーカー好きだもん。 OK ということでね、カドッチスニーカーを一人で買えるからの会行ってみよう。おいで、初めてのお使いだね。なお、頑張れ。はい、ということでね、カドッチ地図を持って歩き出しました。いやいいね、めっちゃ見てるね。まずね、一つ目のねランドマークとして、ま、丸いがあるんですよ。まあ、ここはまだ大丈夫だったな。うん、でね、武田さん、ちょっと僕不安なことがあるんですよ。上野駅って出てすぐにね誘惑があるんですよね。わかりますか、これですよ。山城屋、これ勝てないんじゃないかな。そう、カドッチおもちゃ大好きだから、俺の予想だと、うん、躊躇なく入ると思うんだけど。どうだろうね。あ、動き出しました。やべ、人混みに飲まれた俺。やべ、どこだカドッチ。あ、いる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 。オッケー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 。ダメだ。あれ、カドッチどこ行った、マジで。あれどこ行った、あれどこ行った、10円。あいつ、10円に行きましたね。上野で言ったらスポーツ10円ですからね。あいつ何かに惹かれてる。なんだ、なんだ、なんだ。何があるんだ。三田さん、そこじゃないよ。シール。あ、シールか。ちょっとこれ、いやすごい。ちょっと、あ、行ったな、あいつ。行っただろう、行っただろう。入りました。あ、いや、いや、ユニクロの前にいますよ。え、マジで。あ、行ってない。行ってない。あいつユニクロ入った。あいつユニクロ入った。まさかですね。え、タケさんの勝利じゃん。あれ、ユニクロから出てきたねえ。そばに夢中でしたね、一瞬足を取られました。やべえ、ちょっとこれ人多くてどうだ、いけるのか。こう、あー、そっか。あー、行きやがった。大丈夫だ。あー、よりによって混むルートで行っちゃいましたね。そう、すごく順調なんですよ。わかんないんだけど、俺の地図に書いてある分かりやすいランドマークは全部無視したんですよ。あ、ご了
るよ。そう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 。え、どういうことだ、どういうことだ。これは。やばい。カドッチ。カドッチ、なんで間違えたと思ったんだ。自分が行くところを取った。あ、そういうことか。ヨドバシ行きたくなっちゃったんだ。いや、違う。抜けた。この道ね、地図にはないです。ちなみに。やばい。やばいです。地図にはないです。あ、そういうことか。そう。あ、回すか。あいつ回すか。回さない。回さない。わかりづらくはしてあるけど、ちゃんとランドマークは書いてあるからね。全無視なんですよ。丸いっていうでっかいランドマークも書いてあるし、おもちゃ屋っていう、ま、でっかいランドマークもあり、おもちゃ屋もすごい気にしつつスルーしたからね。いやー、これまずいな。これはまずい。まあでも、もうすぐ近くまで来てるんですよ。実は距離はどんどん詰めてます。すっごい近くまで来てる。どっち、あれじゃないですか、テレフォンとか使った方がいいんじゃないですか、そろそろオーディエンスとか。オーディエンス。そうそうそう。いやー面白い。あんみつ食べたいのかな。あ、最寄りのコンビニです。ここが近いです。カノッチ左、カノッチ左、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 左。こっち、まず基本ですね。こっちに引っかからない。よし、よし、俺たちの心の声が聞こえたようだ。華麗にスルー、大丈夫です。カノッチ、大丈夫です。さあさあさあ、もう目の前まで来てます。それが目の前だってわかってなんか、ここ、あ、ちょっと角、ちょっと詰まってる。あー、もう、あ、もう目と鼻の先なんです。もう目と鼻の先なんです。目と鼻の先なんです。ロゴとかもね、わかってる。あ、そこにあるんです。あ、あ、あ、あーっと、抜けてしまった。もうあと一歩。ここで地図ではかなり大きいあれにしてあるんです。ランドマークにしてあるんです。ここ Y 字、大きなランドマークにしてあります。 Y 字です。あ、確認したんだ。お、おっと、確信を得たんじゃないですかね。確信した。よし、来ます。お、びっくりした。お、よしよし。どうぞ、あんまりだよ。おいしいよ。よし、もう目と鼻の先、目と鼻の先、頑張れ。ジャケットやっと、おっと、目と鼻の先でなんとスカジャン、スカジャンをな見てからの、あ、見つけた、見つけた、見つけた。さあ、 お目当ての商品はどこにあるのか。カドッチ、カドッチ、変えた、変えた。おー、入ってる、もう入ってきた。じゃーん、じゃーん。通り過ぎちゃうかと思った、そこだったのね。そうなんですよ。でね、お、ちょっと一つね、俺はね、文句を言いたい。なんだ。地図見せてくださいよ。俺結構雑に書いたんだけど、お、
ランドマークをこことこことここにしてるんですよ。おオール無視で門がね、分かんなかったんだ、門がね。でこっち行ったあっち行った門がないから、一回戻ってきたら門がそこにあったから。そうなんですよ。かどっちさ、ヨドバシのとこ一回 U ターンしたでしょ。おおヨドバシのところ、おあそこまっすぐが正解だったの。ここそれはもうこの道だったの。そうだったの。だって門なんかなかったもん。だいぶ先だからね。はい、ということでかどっちどうですか、一人でお買い物。ちょっと緊張しました。はい、ということで、はい、じゃあ締めてください。締めちゃうよ。以上、セシオバーランでした。またね。